おお、すごい、すごい、乗ってた。すごい慣れてる。素晴らしいですね。まあ、収録中もね、ネタの始まりとか、はい、終わりのところでしていただくと、なんかこうね、収録盛り上がってるようになりますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、そんな感じで本番もよろしくお願いいたします。本番じゃなかったんだ。練習拍手で毎節みたいな感じになってますけど、はい、以上ですね。以上でございます。はい、はい、よろしくお願いします。では最初の、早速コーナーに行ってみましょう。最初のコーナーこちらです。ネタ披露のコーナー。こちらのコーナーは本日の収録にエントリーしてもらった芸人に3分ネタを披露してもらい、ここにいる皆様には応援してもいいかどうか判断してもらいます。はい、はい、皆様ネタ終了後に投票してもらいますので、審査の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は13組、はい、芸人が登場ということで、丸見えですか。早速行ってみましょうか。はい、じゃあ花ちゃん紹介お願いします。はい、じゃあ1組目はゆうざき一徳です。どうぞ。みんな、湯崎国有単独ライブへようこそ。あ、間違った。以前中央の TV 最終回へようこそ。今日はみんなのために歌を歌ったので、曲はドラえもん深いパート2。あんなこといいな、できたらいいな、あんな夢、こんな夢いっぱいあるけど、だけどだけどだけど、ドキドキ不思議なこと、ドキドキ本当にあるんだ。夕方5時に移ったの、お誕生日だね。あんあんあん、仕方がないよね、親の都合。あんあんあん、仕方がないよね、視聴者には。あんなこといいな、できたらいいな、あんな夢いっぱいあるけど、だけどだけどだけど、やってはいけないこともたまにあるんだ、本当に。ひでかさんの裸を見たいんだ。はい、どこでもドア。あんあんあん、やっぱりまずいよ、倫理的に。あんあんあん、やっぱりまずいよ、そりゃ犯罪。あれ、なんか変な歌になってしまったな。あ、いや、ありがとう。どうもありがとう。またしてくれ。みんないっぱいいるから、最後まで楽しんでください。では、ゆうざき一徳でした。面白かったなと思ったら赤。はい、オンエアでそれにちょっとだけたら青でお願いいたします。他の人は見ないよ。はい、そうですね、ぜひお願いいたします。なんでお前さ、いつもトップバッター選ぶの。はい、これさ、はい、じゃんけんで決めてんのよ、順番で。ああ、そうなんですね。なんか絶対トップバッター取んない。トップバッター取んない。これちっちゃっ。それ負けちゃって最終的に最初選ぶみたいな感じなんですか。違う、真っ先でやって。そうなんですか。うん、なんで近づいてくるんだよ。ちょっと狙われている。今日元気ないんじゃん、どうした。いやー、ちょっとね、何かあった。彼女が仕事に出会った。あ、彼女施設にいる、施設に連絡取れなかった。あ、彼女が連絡電話、連絡来た、突然電話あったんですよ。あ、で、面会に来てくれって言われて、会いに行ったら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 、話してくれよ。頼むよ。彼女に会えなくて寂しくて、舞台に影響出ちゃったのね。すげえダメな理由だった。恋愛のね。それを、はい、それね、はい、殺してここがこう、頑張らなきゃいけないんだけど。そうですね。忘れちゃった。忘れちゃった。でも今日ね、最終回でしょ。そうなんです。30回ぐらいなんですけど、
唯一解禁賞、はい、すごい。社長もすごいし、ドラえもんメンタルもすごい。すごいよ。ドラえもんの回とか8回ぐらいやってないからね。3回ぐらい。3回ぐらい。勝負ネタ来たよね、最終回だから。そうですね。結果は、はい、エンディングでございます。そうですね。はい、トップバッター、龍崎一国でした。ありがとうございました。飲み物大丈夫ですか？飲み物出た出た。今のでなんかなぜか喉乾いたってすいません。一個も見てなんでなぜすっごい乾いたってすごい。いつでも頼めますので、はい、じゃあ2組いきましょう。はい、2組目はこれからライダーです。どうぞ。こんにちは。ハウトゥー豆まきのお時間です。記念すべき3333回の本日のテーマは、豆を持っていない時の豆まきの方法。豆を持っていない時の豆まきの方法です。ハウトゥー豆まきではこれまで現代社会における豆まきのあり方を解説させていただいてきました。その中で豆まきはストレス発散に非常に効果的であると勉強してきましたね。このストレスの多い現代社会において、ストレスを感じたら節分など関係なく豆まきがしたいものですね。でも千葉県民でない限り落花生は持ち歩いてないですよね。そんな時にあるものを使えば簡単に豆まきができるんです。男性であれば財布の中に入っているあのもの、女性であれば化粧ポーチに入っているあれを使うことで簡単に豆まきができるんです。早速準備していきましょう。先輩ラッシュ犬飼一馬の信頼パネルです。皆さんも必ず一つは持ち歩きますよね。こちらの犬飼一馬等信頼パネルを使って豆まきを行っていきます。それでは早速実践に参りたいと思います。豆まきスタートです。いかがでしたか？心の鬼が心の鬼、つまりストレスが逃げていきませんでしたか？これが豆を持っていない時の豆まきの方法です。それでは最後にもう一度実践をいっていきたいと思います。豆まきスタートです。犬飼一馬、早く早く入れてテレビ出て元相方だって自慢させてくれ。気持ちを乗せることでより心の方にストレスが発散できましたね。次回は、本日はここまでです。次回はマスクマンがピン芸人になった時の方法をお送りいたします。それではまた次回、どうもありがとうございました。投資になります。分かんない人ももしかしているかも。元相方ね。元相方で、今東京のナベプロで。ナベプロで天敗ラッシュっていうグループやってます。これ、ね、どう作った？作りました。昨日5時間ぐらいかけて。おお。ボール持ってきて。どうって持ってきたの今日？こうやって。結構チラチラ見られましたね、やっぱり。よくね、その愛知の人を、はい、あ、都心だよね、飾ってるやつ、ね、飾り終わったらもらって帰るとかさ、あるけどね。どうすんの今日は。もう今日一応ネタで使ったんで、どうすんの。まあ、どんどさんに時焼いてもらって。えぐい。
正月に玄関とかに飾んないから使ってないですし、アプリが間に合うんだよねここ消す技術はなかったでなんかテープとか貼らなかったそうそうそう、これは手作り感があっていいよね。ありがとうございます。あ、そっか、分かれてんだ。無理だ、アタック25のあのクイズみたいな誰でしょ。さっき、ぶつかったじゃないですか、白鳥くんに。あ、そうです、ちょうどいいところで。白鳥くん、ぶつかっただけじゃなくて、はい、これ裏に置いてるときにバシ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 叩いて写真ポロ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 落ちて直して、一生懸命直して。すごい、あの反則行為ですよ、あれもうちょっと注意しておいてください、それ。ひどい。ちょっとまあ欲しい方に。あ、欲しい。あ、みんな欲しいそうですね。大丈夫か。朝礼でね、筋肉痛生徒みたいな。これはい、東京も終わったんでね、はい、そうですね。はい、二組目、これからエナーでした。ありがとうございました。ファミリーがないけど、はい、マイクの位置はもうちょっとじゃあ、あ、その辺絶対今決めたの。まあまあまあ。あの下のカメラの。下のカメラこちらですかね。直線上に。直線上に。じゃあもうちょっとこっちかも。はい。はい。OK です。じゃあ行きましょう。はい。続いては虹色ラブです。どうぞ。心理テストを持ってきたんで、ちょっと答えてほしいなと思って。おおおお、なるほど。おお、はいはい。あなたは明日から無人島で一人で生活することになりました。え、怖っ。でしょ。怖っ。でも、それは怖い。たった一つだけ、この一つだけ、何でもいいから好きなものを持っていけるとします。おお、なるほどね。そしたら、あなただったら無人島に何を持っていきますか。まあ、これね、よくある質問なんですけどね、難しいですね。皆さんもね、一緒になって考えてほしいなって思うんですよ。あなただったら無人島に好きなものを一つだけ持っていけるとしたら、何を持っていきますか。無人島かな。え、あっちね。え、ちょっと待って。怖い怖い。え、怖い怖い怖い。え、怖い怖い怖い。え、怖い怖い。ちょっと、行かんて行かんて。何起きてる。話は聞いて。言われたよ。た。理解もしてる。していたよ。その上で。無人島。怖っ。怖っ。何今日の口に言ってんの。やばいやばいやばい。怖い怖い。頭痛い。怖い怖い。アレルギーだ。やばい。あー、ちょっと待って。お前がちょっとバカなこと忘れてたわ。ちょっと噛み砕いて説明するわ。無人島まずご存知で。あ、無人島はもちろん誰もいないし何もないしましょう。そこは分かってるね。オッケーオッケー。ね、怖いでしょ。そこにあるのは明日から一人。あ、芝居が恐怖だ。怖いでしょ。でも今想像したもの何でもいい。何か一つだけ、たった一つだけ好きなものを持っていける。たった一つだけ好きなものを持っていける。何でもいいの。何でもいいから何か一つだけ好きなものを持っていけるとしたら、あなただったら何を持っていきますか。無人島です。ああ。なんて注意したらいいかわからない。分かった、コンプライアンスだ。あ、そういうことじゃないんだ。コンプライアンスとかじゃないんだ。あ、分かった、今漫才してるから俺なんかボケをしてるから。あ、それだけはやめて、もっとボケるのだけはやめて。バグり出すから。あ、俺の答え面白かった。うるまれな、お前。面白くはない。ただずっとイカれてんの。正論だもんな。ずっとイカれてんの。正論じゃないんだよ。あ、じゃあ分かりました、分かりました。じゃあ答え言います。これね、無人島に何持っていくかによって、あなたが日頃から何を大切にしてるかが分かるんです。あ、そういうことなんだ。そうなんです。だからね、これだけお客さんいっぱいいるじゃないですか。だからね、無人島にお客さん持っていきますと、お客さんの前で万歳しますと、ね、お笑いだけあればいいんだ俺はと、お笑いに生きる、それで死んだらいいって言えば好感度爆上がりなわけですよ。うわー、そうだ、そのこれがありますよね。たった一つだけ、ね、そうだからもうね、あーマジだけの答え、無人島に好きなもの持っていきましたら、絞られた。あなただったら何を持っていきますか。無人島です。あーしま。ああ、もう嫌だ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、最終回もう本当に頑張りました。最終回は頑張り切ったぞ。とにかく頑張りました。でも結構出てるもんね。かなり出せていただいてます。お互いコンビ組む前、ピンの時から。ああ、そうですね。ピンの時から。僕、お笑い始めてから、一回もまだ休んでなくて、本当に。解禁だ。一応そうです。まあ、スタートから始められてないので、解禁じゃないですけど、まあ、ほぼ解禁みたいな。そっか。そうなんですね。俺はちょっと薬局の仕事薬局の仕事薬局のやっててレジやってくれって言われて休んだ時ありましたレジをやってる社員のいやパートタイマーですパートタイマーパートタイマーですけど社員的に働かせるんですよ。でも結構休みとか何取れないってこと？取れない時もありました本当に。あそうなの。特に先々月は9月あたりはもう結構厳しい。でもそういうさ、はい、なんかちょっと、まあ、厳しいというか、はい、ちゃんとしたとこで普段アルバイトしてるのに、はい、ツイッターとかもうあの動画とか何なの？あのいやすごい。あれは見てることある人いますよ、なんか裸にマントで、はい、あー、カッキャスですね被害に遭われてるアイドルさんがかわいそうだあー、カッキャスかあー、カッキャスですね誰も知らねえから当たり前のやつだよ、まあ、持ちネタも自己あの、持ちネタを持っててそれを1日1回その、まあ、ある特定のツイッターの方にあのお祝いするっていうカッキャスだよ、勝手にあ、そうです、勝手にちょっと無差別テロですやばいやばい、裸なんですよ、上半身あれ、どこで撮ってんのあれは車で撮ってますやべえ車で自分例えば自分家の家の敷地内でとかってことああそう何回かやりましたそれもやりましたいやいやこの前は仙台にあるマクドナルドの駐車場で撮ってましためちゃくちゃ人通り多いなんでわかんのいやお前だってやってたじゃん俺と一緒に乗ってんのあそうやってたじゃん隣にいたもん気をつけないと本当に白鳥和樹メンバーじゃないそういうことなんですよ気をつけないといや待って待ってちょっと楽しいからいいけどそうですねちゃんとその自分のテリトリーでやってるのでちゃんと車も仙台駅前テリトリー車の中で仙台駅前は氷さんのもんだからじゃあそうですあー氷市長じゃん氷市長さんじゃ今度祝いますなんでダメだよ本当にやめとけそれ。ああ、気をつけて。ああ、もちろん楽しいことそんなに。ああ、もちろん。はい。はい、ありがとうございます。皆さんも無差別するよ。本当に気をつけて。やめねえぞ。いや、本当だね。すみません。ありがとうございました。怖いものだ。私、薬処方してほしいです。じゃあ次行きましょう。はい、続いて登場するのは秒速プーマです。どうぞ。なんかね、動くたびに残像がすいませんね、本当にね、まあ、これね、自分でも何のことかね、あんまりよく分かってないんですけれども、お前はビーバープールかってことが結構ありましてですね、まあ、この前ね、近くにあるハーブ畑にタヌキが出たんですよ。でも何してんのかなと思って、そのタヌキをね、この家の窓からこうやって覗いてたんですけど、なんかね、ハーブを脇に挟んでまして、でいや、なんでハーブを脇に挟んでんのかなと思いながら、ふとね、ふとパッて隣にいたうちの姉貴の方を見たら、ハーブを脇に挟んでるんですよ。おいおいおい、お前はビーバープールかとね、まあどっちが先に始めたのかわからないですけど、お前はビーバープールかって、まあ自分でも何のことかよく分かってないんですよ。よく分かってないんですけど、お前はビーバープールかと思ったんですよ。思ったんです。あとね、職場でもね、可愛がってる後輩がいるんですけれども、そいつが大事な取引先とのね打ち合わせ中にもかかわらずですよ、チーズケーキを食べたんです。ホールで。でまあ、それだけならまだしもですね、よく見るとそいつの名刺入れの中にモンブランが入ってたんですよ。いやちょっと君、いやビーバープールじゃないんだから、もうこの年にもなってね、それ以上やったらお前ビーバープールだぞってまあ注意したんですけど、まあ自分でも何のことかよく分かってないんですよ。何のことかよく分かってないんですけど、ビーバープールじゃないんだからって思ったんです。いや、あの言っときますけど、皆さんも突き詰めると結局はビーバープールですからね。思ったんですよ。思ったんだからしょうがないじゃないですか。ね、私の中のえなりかずきとね、ビーバープールが暴れてます、ね、でまあ部長も部長でね、休憩中に聞いてくるわけですね。お前最近どうなんだ、ビーバープールなのかって、ね、そこで私が友達ってると珍しく課長が、いやちょっとそれはパワハラじゃないですか、そもそもね、ビーバープールにはビーバープール側の事情ってもんがありますし、百歩譲ってビーバープールだとしても、あなたも所詮ビーバープール側の人間じゃないですか。そしたら部長が、いやお前はビーバープールのことなんて何も分かっちゃいないんだよ、お前はな、俺が今までビーバーをなプールするためにどんだけ苦労してきたと思ってんだ、ね、そしたら課長も、
いや、お言葉ですが、ビーバープールからビーバープールまでは距離があるわけですから、その点と点をね、こううまくビーバープールしなきゃ、あなたがやってきたことなんて何の意味もないですよって言ったら、部長がお前もう一回行ってみろって言って掴みかかりそうになったところで、係長が出てきて、まあまあまあ、ここは私のビーバープールに免じて、いや、お前のビーバープールかい、お前のビーバープールどうでもいいからっていうのを、まあ、2時間ぐらいビーバープールの上でやってたわけですけど、まあ、自分でも何のことかよく分かってないですよ、あれ何皆さんビーバープールみたいな顔してるんですか、まあ、ちょっと最後にちょっとこれだけは聞いてもいいですか。ここから最寄りのビーバープールってどういうか分かります、まあ、分かんないですよね、自分でも何のことかよく分かってないんで、何のことかよく分かってないんですけど、ビーバープール行きたいなと思ったんですよ。思ったんです。思ったんだからしょうがないじゃないですか。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お久しぶりですね。お子だね。ね、お綺麗になって。俺に言うよ。こっちこっちじゃないの。ビーバープールに言ってあげないと。あ、正真正銘の。正真正銘、全然目が合わないですね。おかしい。意味残るわ、ビーバープール。そうですよね。言いたくなる。家帰るとネタ飛ばしました。え、全然違うじゃん。ビーバープールしちゃった。あ、ビーバープールしちゃった。ネタ飛ばしちゃった。全然大丈夫なネタじゃん。ビーバープールにしとけばいいみたいな感じなの。なんか久しぶりだけどさ、はい、それは3回目ですよね。うん、はい、なんでこの、なんでこの空いてる期間は、あ、空いてる期間、うん、一応正社員で仕事やってるんです。お、やっとおどやっとおど上司飛ぶから来てたから。まあ、以前はなんか出た時コールセンターで働いてたんで、はいはいはい、まあ、ちょっと転職しまして、まあ、これわかりますかね、まあ、広辞苑ってあるじゃないですか。広辞苑、いらなくなった広辞苑をちぎって、時間通りにヤギに食べさせるっていう仕事ではないです。っていう仕事ではないです。研究しちゃった。そんなに用意してきてるんです。用意してきてるでしょ。本当は山形の蔵王のホテルで働いて、立派な、そんなに立派じゃないんですけど、みんな適当に働いてる。そんなないだろ、蔵王のね、ホテルなんて。そうですよ、ホテルマンってこと。受付とかで、チェックとかフロントとか。そうですね。ぽい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 。じゃあお待ちしてる。チリ分かれてるし、チリ分かれてるし、フロントマンって感じ。髪の買い目しよう。ベタな感じの。そうか、で、知ってんの会社の人とか、この仮の姿とか。この一応何人か知ってますけど、まだ入ったばっかりなんで、あんまり知らないです。明日、社員交流会があって、そこでもなんかネタをして。すごい。ビーバープール。それもう、友達いなくなっちゃう。そんなネタここでやったよ。友達いなくなるのやるんだよ。まあ、お笑いないんだね。そっかそっか、じゃあ明日頑張んないとね。はい、どうしたのさっきから。え、喉が、喉がビーバープールで。ビーバープール。わかりました、またじゃあ。はい、はい、両国プーバーでした。ありがとうございました。はい、続いては赤坂圭一です。どうも。どうもー、お願いします。赤坂圭一水ダブルボックス解散。最終回なんでね、ダブルボックスとできるかと思ったらね、もう早い解散ということでね、はい、残念ながらね、赤坂圭一一人でやっていきます。よろしくお願いします。殺される時にこうやって死なないでくださいね。ね、僕が一番先に疑われますから。ね、ダイイングメッセージじゃないのみたいになっちゃいますからね。よろしくお願いしますね。さあ、最終回でもやっていきましょう。赤坂圭一がショートコントや一発ギャグを連続でお届けする赤坂圭一フリースタイルシアター。やーいやーい、お前の母ちゃん、おんが大概そうだよ。フリースタイルシアター、ね。大概そうだよって言いましたけども、今そうじゃない場合もあるからセンシティブ。ね、だいぶ失礼して、はい、行きましょう。ラジオ体操第2の動きがこれだけになる法案が本日成立されました。スタイルシアター。ねえ、嫌ですよね、思春期女子には恥ずかしいですからね、これね。行きましょう。
バッターを変えればいいじゃないか。負けそうなんだもの。代打三尾ね。代打三尾ですね。フリースタイル試合。こういうのもありますからね、油断しないでくださいね。ドラえもん、ドラえもん、青くないちょんまに生えてるドラえもん、多分コロスケね。これコロスケだね。フリースタイルシアです。21エモンの可能性は消え去りました。いきましょう。勝手に決めつけないでよ、オフィシャルヒゲダンディズム。グッバイ君の運命の人はボブマリー。フリースタイルシアターで、まさかのレゲエの神様ボブマリーね。はい、行きましょう。なんだっけな。思い出した。俺のターン、ドロー。マジックカード、マークチェンジ。俺はこのカードを使って角田博の星のマークとダイヤモンド愉快の六芒星のマークを入れ替え。フリースタイルシアターね。何があるのか分かんないですからね。事務所がちょっと混乱するみたいなのがありますね。はい、なんだっけな。ぶつ切りですいませんね、すいませんね。あ、一人っ子政策でもいいじゃないか。人口が多いんだもの。チャイナミツオね。これチャイナミツオですね。最後です。あ、コンビニ経営とか大変なんですね。やっぱりあの発注とかちゃんと考えてやっても、お弁当とか、あ、サンドイッチとかおにぎりとかがちょっと残っちゃうんですね。デブにできることはまだあるかい。僕にできることはまだあるかい。すっと言え、フリースタイルシアターで。欲しいってすっと言ってね。はい、以上赤坂圭一フリースタイルシアターでございましたけども、これから僕にできることはまだあるかなさそうなんで帰ります。どうもありがとうございました。危なかったな。危なかった。ジュニア名物みたいになってるかな。あネタ飛ばすっていう。はいはいはい、できる範囲で、ね、やりましょうね。お前が言うじゃない。そうそうそう。でも 前に比べたら全然余裕だよな。そうです。昔飛んだ時はもう本当に時止まって、あのね、はいはい、ピンでね飛ぶとね、はい、地獄なんですよ。地獄だね、うん、コンビとかだと、そうそうそう、うん、まあ、ネタ飛んでんじゃねえかよって、フォローできるじゃん、うん、ピンだとな。そうなんですよ。あ、すごいラーメン屋の店主みたいに偉そうだな。え、異様な姿で飛びかけたやつの態度じゃないの。大丈夫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 。そうか、うん、ああ、うん、僕もね、あの夜行路で働いてます、ね、夜行路効率高くない。普通にね、お仕事はしてますから、ね、それを都合でね、ちょっと出れないみたいな感じもありますけどもね。そうか、そうか、はい、まあまあまあ、そうです。まあ、あれだよね、最近フリースタイルシアターかな。はい、ずっとそうです。売れたいんで。売れたいんで。あ、売れるようなポップな感じってこと。だってなんか接待の芸人ってすぐ辞めちゃうんですよ、新しいスタイルを確立しても。なんかいきなりライブしかないから。でも東京の芸人さんだとライブがいっぱいあるから、こうやって、うん、スタイルを確立していくじゃないですか。だからもう一つを極めようかな。なるほど、それでやってるの。そう、それで差別化を図ってるわけです。まあ、こういうのバラさない方がいいのか。あんまり戦略とかをあんまり言わない方がいいのか。そういう目で見ちゃうから、ね、今月の戦略が。あ、そう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 。あんまり言わない方がいいのか。戦略やってるから、まあまあ、最終回ですけど。そうですね、まあ、終わりがあれば始まりもあるんで。かっこいい、楽しみにしておいてください。匂わせが。イヤリージュニアオープン TV ありがとうございました。おー、ありがとうございます。いや、まだ続きあります。まだあります。それでは続きまして、内地基本版。マイク、マイク、はい、お願いします。はい、こちらの場所
このまっすぐなところでお願いします。はい、すいません忘れるって言うから。はい、じゃあ続きましてナイチキボンバーズです、どうぞ。どうもナイチキボンバーズでございます。サザエさんの中で誰が一番強いかシミュレーションして、誰が一番強いなんかちょっと見ててよ。あとちなみにサザエさんとマスオ様の盲腸で入院して出てこない。盲腸二人とも大丈夫？サザエさん、俺の名はサブ、主人公サブ。じゃあこの街を荒らす海戦四天王を倒すまで俺の旅は終わるね。あ、サブちゃんがサザエさん以下を倒すんだね。ここからその結果、来た、正面口はまずい、裏口から行こう。いや裏口の方が危ない、サブ、サブちゃんの場合はね。じゃあなんてだわ、わかめ。あ、わかめ、わかめ対照的か。ここを通りたかったら私を倒すワカメカメ。ワカメカメ。ボビ変だな。お前は海戦室の中で一番最弱。あ、そうなんだ。だから俺に女を殴る趣味はない。あ、そうなんだ。だから艦長で終わらせてやる。いや、もっと最低よ。行くぞ、女の子だから。なあ、パンツがでかすぎて尻の穴がわかんねえ。それはあるよね。パンツでかいもんね。そうよ。これは戦闘用のパンツ。うるせえ。バーン殴ってるし。ワカメのこと殴ってんじゃん。エネルギーを使いすぎる。いや、そうでもない。ワンパンだったじゃん。おい、ワカメ。いや、九条、誰だ、ワカメを倒したのお前か。カツオ、カツオ声ふと、よし、カツオ声ふと、お前の頭も俺のスイング吹っ飛ばしてやるよ。めっちゃ残酷やん。お前でちょうど1872年目だ。いや、キリ悪い。行くぞ。いや、大空振りしてるじゃん。あれおい、めっちゃ言ったじゃん。そのー、野球しようぜ。あ、中島来た。お、中島、今バッティング練習だ。え、中島、野球しに行った。めっちゃ助かってる、サブちゃん。ですー。あ、タラちゃんだ。かわいいタラちゃん、タラちゃん、いかついタラちゃん、タラちゃんいかついな。どうすんのサブちゃん、これね、ちょ、なんか喋って、なんか喋って、静かにパイルドライバーしないで ね、面白くねえな、今のなんだい、あの封印を解くしかない。誰え、ナミヘー、千年の眠りから覚めるのよ。ナミヘが、あ、封印されてる。あ、船だ、じゃあ船、山海。あ、バーン、なるほど、合言葉で行くみたいな。何で、ね、今すぐ侵入者を、バーン、船痛いんで、それは船、それにされたら痛いわ。じゃあ、おいしそう、ガシャン。奥さん、お前が知ってるぞ、お前が大ボスの波平だな。サブ対波平だね。フグタくん、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 なんだこいつら、アナゴさんに囲まれてんじゃん。ペットのアナゴ8人衆、お前が倒すけど3人の誰よりもそいつら一人一人が強い。さあどうする、サブちゃんどうすんだよ。フグタくん、いらない、もうさっき見たわ。フグタくん、フグタくん、どうすればいいんだ。どうするサブちゃんが、俺は負けられない。うわむにゃむにゃ、来週へ続く。盲腸のマスオさんが次回予告やってる続き気になるな。僕がしな、しますぞ、よっしゃー。おれーおれー、めっちゃおれー、おい、絶対アカン、絶対アカン、絶対アカン、これは、これは絶対アカンだな、これは。これ絶対アカンだよ。これ青とかの感覚よくわかんないよ。まあ、この感覚はちょっとわかんない。この感覚はよくわかんない。国民的アニメ、国民的、国民的アニメ。サザエさんが嫌いってことだよ。そうですね、サザエさんが青ってことですからね。そしたらサザエさんに青を入れるみたいなもんですからね。それはマチコの批判になっちゃうもん。そう、嫌いにっていうことですね、これは。しまうので、やりましょう、やりましょう、そういうことはやりましょう、本当に。先日、はい、鳴子峡に行きました。紅葉紅葉ってこと。あ、そうです、見そういうの見るって見ます、見ます、感動しますよ、ちゃんと。で、はい、行って、なんかベンチがありまして、でベンチに、なんかまあ、おじいちゃんとおばあちゃんがお座ってですね、あの観光の、な家、な食べ物の前のところで、なんかまあ食べ物を食べていると、なんか結構その緊張と緩和おばあちゃんというか、緊張と緩和おばあちゃんなんですよね。だから おじいちゃんとおばあちゃんが食べてて、食べ物、そしたらおばあちゃんが、ちょ、お父さん、ちょ、虫、あんたも、あ、勝った、勝った、虫、あんたもとかって、すごい発狂しだしたんですよ。あ、大変だ、大変だと思って、ちらって見てたんですけど、そしたら、まあ、おじいちゃん、その虫、え、どっちどっちみたいになってさ、頭、え、肩、え、みたいななってて、で、なってるうちに、多分行ったんですよ、虫が、で、頭、あ、勝って、あ、勝って、今勝って、あ、行ったわ、すごい、顔が、顔が、声、さすがに、え、これ、聞く最後みたいな、これは
面白い。最後これ面白くないよ。おじいちゃんおばあちゃん批判してるもんね。これどうだって。これ面白いね。サファリさんの話であってもおかしくない。いや違う、これはおかしくない。本当サファリ。これヘイト君で。これは笑わないのはおかしい。これは笑わない。このエピソード絶対面白い。本当に。俺が保証するそれ。本当ありがとう本当に。面白いもん。面白い。面白い。はい、じゃあ第一期本番でした。ありがとうございます。ちょっとネタの準備します。ここでね、はい、お願いします。少々お待ちします。ことは次はお前だな。お前です。あ、俺です。お前です。全然俺じゃなかったら本当に呼べるんだけど。どうしたの。おぉ、ビスケットでも終わったんか。上ない。ちょっと大変だな。これもう、このままもう、チェックとかだ。もうネタ時間始まってるから。これも含めてね、はい、調子しました。少々お待ち、少々お待ち、少々お待ち。嫌だろ、準備見られんの。はい、ちょっとね、ウェブカード作ってんのが嫌です。皆さんお待たせいたしました。ただいまより先ほど行われたフラッシュ暗算検定12級の合格発表を行います。合格になった方は、書類等をお渡しございますので事務局までお進みください。不合格になった方は、本日の試験これで終了となります。ではただいまより発表の方を行います。本日合格となったのはこちらの方々です。はい、今こちらに映った方が合格となります。合格した方おめでとうございます、ね、あの準2級合格した方であれば、目視できる速度となっておりますので、合格者の方お進みください。事務局へどうぞ。ちなみにですね、あの本日の、合格者の人数ですが、はい、ご覧の通り45名です。はい、45名の方おめでとうございます。2級の試験も頑張ってください。ちなみにですね、あの本日 の, あの試験の結果ですが、ホームページにも公開しております。合格者の方が公開しております。ちなみにあのホームページを開いていただきますと、これと全く同じものが流れます。あの一時停止はできますので、ご了承くださいませ。はい、あ、はい、どうしました。あ、はい、わかりました。わかりました。はい。皆さん、合格者の情報について一部追加情報がございます。本日の、合格者の受験番号ですが、合計で2670ということです。はい、合計が2670で、合格者数が45名ということはということで逆算をしてみてください。どうぞ。はい、我こそはという方、事務局へどうぞ。というわけでね、あの準2級の、合格の方、おめでとうございます。2級の試験も頑張ってください。ちなみにですね、あの2級の試験なんですが、はい、ご覧の通り、準2級レベルでは目視ができない速度になります。ね、動体視力を鍛えた上で挑戦することをお勧めいたします。以上、合格発表終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、もう準備に時間が、準備に絶対時間同じくらいかかってる。用意が。テーブルが行かれちゃった。ちょっと。いや、これ壊れないよ。これ、仕込んでますね。ありがとうございました。テーブルが戻るんだよ。これ、このタイプ分かりづらい。分かりづらい。戻し方。分かる。紐が諦めんなよ。あ、そこに戻せばいい。あ、戻せば大丈夫。ありがとうございました。あ、これは、これは、置いてこないよ。はい。誰か使う。誰も少ないだろ。いいのか、片付けなくて。とりあえず、端で大丈夫。電気ドロボじゃん。電気ドロボです。こんな明るい。ありがとうございました。いやもう最終回です。
ね、ほんとに。第1回から出てまして、まあ、解禁ではないんですけど、まあ、第1回から出てて、まあ、ファンが増えませんね。そこ、うん、どこ、うん、まあ、ありましてね。わかんないよ、いると思うよ。ファンの方、ファンの方いますね。ほら、よかった、ありがとう。いるじゃん、これ。ありがとうございます。いるじゃん。家族じゃないよね。家族じゃないよね。朝の他人です。朝の他人とお前。交流してないんだよ。あ、でもこんなことでも一回だけファンデータをもらったことがあって、ファンデータを、ね、受け取ったことがありました。すごい。あの僕あのあるちょっと今年の2月にあの岩手大学の4年会ってどうなの、要はあの追い出し落語会みたいなのがあって、落語研究会の追い出し会みたいなのがありまして、はいはいはい、まあ、そこにの M1 の予定で知り合ったモーリスってコンビが今年卒業だっていうことで見に行ったんですよ。で見に行って、じゃあまあ面白い漫才だなって思って、うん、でその帰りに、まあ、ちょ面識ちゃんとあるからちょっとじゃあ声かけていこうと思ってモーリスさんに、うん、モーリスさんに、モーリスさん、はい、モーリスさん、はい、で、まあ、あの行きまして、あ、どうもお疲れ様でした、あの漫才面白かったですって言ったら、あ、お疲れ様でした、あの、すいません、あの、正義さんってケルケゲンさんとお知り合いですよねって言われて、うんうんうん、で、あの、ちょっと説明いたしますと、そのケルケゲンさんっていう方があのちょっといまして、あのその方っていうのはネット上のなんかお笑いのネタを投稿するサイトがありまして、うん、その中ではものすごい有名な方がちょっと宮城にいらっしゃいまして、僕も大喜利とかで面識があったんですよ。お笑いすごい好きな方、すごい好きって方、あのアウトデラックスとか出てる、はい、そうアツコデラックスさんとヤベさんと、はい、2月にアウトデラックス出たんですよ、はい、で、その方の、まあ、ちょっとのファンだという、うん、このモーリスさんのファンだということで、だからまあその直接面識がありますよって言われて、そしたら、うん、あのすいません、こんなことお客さんに頼むのは申し訳ないんですが、こちら渡してもらえますかって言われて、そのパターン人当てのファンでと思ってたんですよ。ね、学校であるパターンね、好きな人は、ね、6年やってて、うん、人の芸人のために行って他の人のファンレターもらったんですよ、で、どうしたのそのファンレター、写真を送って、あの直接会う機会がもうしばらくなかったんで、写真を送ってあの返事くださいって言って、で、しかもその開けてってこと、中身見たっていう、あのその送られてきた方法っていうのもあの紙に書いてあったんですけど、その紙があの明らかに手帳の1ページビリって破いて書いたみたいな状態で、で、その写真を撮って、あの、で、その警備員さんに送って、内容ってことでしょ、内容を送って、俺が警備員さんに DM で送って、それを返事をもらって、またそれを森さんの方に流すっていう、すごいじゃん、俺が仲介するっていう、ちゃんと届けた、ちゃんと届けました、ちゃんと届けてるの、ちゃんと届けてますよ、これからだよ、これからですよね、そうですよね、これから、これから、これからだわ、今のでスタン増えた、やった、今のでスタン増えた、ありがとうございます。はい、正義正義でした、ありがとうございました。はい、はい、行きましょう。それでは続きまして、りんご小町です、どうぞ。魔女の家に行った時に勝手に置物を触ったら魔女が言いそうなことをやります。やめちまいな、手が腐っちまうよ、はぁ、あ、気をつけてくださいね、どうもりんごこしです。ここまでが挨拶、絶対触っちゃダメです、うん、ならないですね、うん、あの僕ね、あのコンビニ店員にね、小さい時なりたかったんですよ。あ、そうなんだ、うん、コンビニ店員やったことあるから、どんな感じか口で説明する、うん、まずコンビニで一番大事なのはレジ打ち、これ金額間違ったら大変だからね、で次に大事なのは品出し、品出しは賞味期限が古いものからどん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 前に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 こう出していかないといけないよね。やろうよ、俺コンビニ店員やりたいんだよ、やろうよ。いや、そんなんやんない。今聞いたのは新人研修だから。俺コンビニ店やりたいから、あのお客さんとして来てちょうだい。で、あの俺が店やるから。コンビニのお客さん？うん、え、コンビニのお客さんだよ。うん、まあそっか。そうで、今更ね、仕事皆さん知ってますか。そっか、やることでもないから、うん。じゃあさ、前坂さんさ、あの小さい時の将来の夢なんだったの、あのそれをやろうよ。ああ、征夷大将軍。征夷大将軍。征夷大将軍。エミシを退治しに行く？征夷大将軍。え、坂の上の田村丸の役職の正義大将軍、学校で習ったけど使わない単語ナンバーワン正義大将軍。じゃあ正義大将軍やってちょうだい。だって俺が家来をやるか。いや、この前任命された。任命されたの？え、青森岩手あたりを制圧する許可もらったの？幕府からね。本物じゃん。だからもう夢叶ってんだよね。夢叶う、うん。じゃあ正義大将軍の練習はできないね。なんで？
いや夢叶ってんならできない。じゃあ俺が征夷大将軍じゃないっていう体でやればいい。でもそれじゃ嘘をつくことに。いや嘘って、俺が征夷大将軍になりましたって誰が信じんだよ。信じる信じないの問題じゃないじゃん。俺だって征夷大将軍の練習やろうかって言って漫才やりたいよ。でも慣れたんでしょ。世の中にはたくさんの問題がある。偽装、やらせ、浮気、みんな最初はバレないと思ってやってんだよ。今のお前だってそうだよ。でも、バレるよ。それに、自分がどんだけ恵まれた状態か分かってない。俺は、コンビニ店員になれなかったんだ。なりたくてもなれなかった。だからやりたいって言ったんだ。慣れたんでしょ。俺、バイトの面接だって受けたよ。落ちたよ。眠れない夜だってあったよ。征夷大将軍慣れたんでしょ。だったらもうそんな漫才はやれないよ。でもさ、俺征夷大将軍の仕事内容知らないから、ちょっと口で説明だけしてくれ。やろうよ。やれないよ。さっきコンビニの時一緒にやろうって言ってたじゃん。さっきと今では状況が違うでしょ。征夷大将軍の練習したいから、お前家来やって、どうも征夷大将軍です、今から青森やってた岩手畑さん、やっちに行くぞ。相方が嘘ついてると同じ見たくないよ。やろうよ。どうも。前回ちょっといきなりジュニアに出れなくて、出れなかったんですよ。はい、それもなんで出れなかったかっていうと、こう M1 グランプリの2回戦の設定がね、1回戦がちょっと飛ばしてましたよね。よくなるやつ。まあ芸人さんがよくやる。結果はね、見ての通り1位があって2位があって、もこの先がないんですけど、2回戦止まりだったなっていう感じなんですけどね。そっか。まあ自分的にはね、すごいまあまあ頑張れましたんですけど、なんだろう、僕らやっぱ東京でネタをやるのが本当に2回目とか2回目、もうなんか緊張がやばくて、やばい、めちゃくちゃ緊張してすごいやばい、雰囲気がね、まずね、そうなんですよ。まあその1回初めて出たのが今年のキングオブコントの1回戦だったんですよ。でその時に、なんだろう、でも史上一番ですかね、一番の大滑り、そう、経験のない滑り方のショートでね、本当にびっくりして、こうやって入ってって、まずこうパッて見たら、こうお客さんの携帯見てる、そう、そこでもそうなんですよ。だからちょっともやっぱり自分がいろんな芸人さんがいるから、ちょっと興味ある人だけチェックしてみたいな人もやっぱいて、その洗礼をね、はい、受けて、はい、皆さんはね、もちろん皆さんもちろん温かいんですけどね、温かいですし、ね、今携帯携帯写真とかはツイッターとかやってたらその時の記憶があるから、めちゃくちゃ緊張しちゃって、怖くて東京越えてなっちゃう、なるじゃないですか、青森2人が東京越えてから、さらに1時間ぐらい待たされたんですよ。1時間の間でこうじわ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 がピークになって、やるなら早くやりたい、出番前のちょうどね、こういう幕のすぐそばあるんです、そこで、いや、そうじゃない、道端はこうやってますけど、こいつ実際こう、もうこうですから、こんなんだったっけ、もうなんか俺、お尻まで落としたっけ、細胞が生まれるのに、カプセルに入ってるみたいな、本当にもう、本当にもうなんか、こんな感じ、そうなんの、メンタル僕は本当に弱いんですね。あ、本当、いきなりライブあるじゃないですか、もうなんか、毎回のこいつの感情のルーティンがあって、まあ、青森に住んでるんで、前日僕ん家に泊まったりするんですけど、前日寝て、朝起きたらすごいテンション高いです。すっごいテンション高い。やるぞ、そう、二人で家でなんか、おはよう、あとで起きてみたいな感じで、うるせえなみたいな感じなんですよ、こっちは。でもこうネタに、ライブに向けて僕はただちょっとずつ、テンション、ネタのね、テンションをこう上げていくんですけど、その時僕は、今日ライブの日でやったの、そう、そこなんで、僕はもう下で、で、僕はこう上げていくんですよ。で、道端はライブが近づくにつれて緊張するんですよ。どんどんテンション下がって、だ僕が今度話しかけてるじゃないですか、今後今日トークコーナーどうするとか、何喋るとか、いろいろやるんですけど、うん、うん、それより、また年の子みたいな、それより練習しましょうみたいな、ピリピリつき出して、本当にもうこんな感じ、ダメなんだ、めちゃくちゃ怖い、ジュニアはもうやっと緊張しなくなってきました、僕は振り回されてる、だからもうすごい来たからね、僕は心先生閉ざしてたけど、こっちがいるから、あ、じゃあちょっと心開こうかなと思ったら、もうなんか付き合わせてくれて、めちゃくちゃ寝てた方がいいってことだよ、ね、寝起きの一番ずっと寝てた方がいい、寝てた方がいい、人の子がもう寝てた方がいい、じゃあもうこう出てきますから、出林おはよう、出林おはよう、出林で起きるよ、ね、どんぐらいのかもしれない、ちなみに今の2回戦でやったのが今日やってた、あ、今の
めちゃくちゃ飛ばして、めちゃくちゃ飛ばして、まあ、征夷大将軍のくだりがあるんですか。大将、征夷大将軍、征夷大将軍みたいな掛け合いで行くんですけど、大将、僕の征夷大将軍でが一個なくなって、ってその時にその次に次のセリフ出なくなって、ずっと。あの征夷大将軍、めちゃくちゃ困惑してる人みたいな、魔を使うコンビみたいな。本当はテンポよく行くところなんですけどね。その経験を来年とかになっ、そうですね、期待していきたい。この先をかっこいい。マジダサいよ、ちょっとね。俺はあの日だったって書いてあって、僕はこれが、僕にはこれがある。わかるじゃん、名前言ってんじゃん。はい、犬の小町でした。ありがとうございました。はい、あ、すいません、ナイスアシスト。はい、続いては鈴木さんじゃない、次鈴木さん、ってことはからし色もからし君だね、じゃあ次はからし君、どうしよう、フリップをね。はい、では続いて参るのは、参るのは武士って武士の見方をするといろんな発見があるんじゃないかということで、逆転の発想を考えていきます。まずこちらですね、シャープ消しゴムですね。シャープ消しゴム、芯のところを押していくと消しゴムがどんどん伸びてくるということですね。もう真っ黒になりますけどね、この指先がね。でこちらですね、 UFO の光に当たって牛がどんどん埋まっていくっていう、どんどん埋まっていってますね、これね。普通上に行くんですけど、もうどんどん下に埋めていく。何がしたいの、この宇宙人がね。続いてこちらですね、大根の横にサンマおろしをするんですね。大根がね、もう主役になっちゃって、サンマをおろすと赤黒くなるんですね。続いてこちら、いや昭和51年玉って何これ。51年玉、あんまこう製造年主張してこないんですよ、こういうのね。続いてこちらですね、こう飛んでる犬を加えようとしてるフリースそれは加えられてる側ですからね、逆に加えたら加えたらという精神ですね。続いてこちらですね、いやフォークを上に上げないと、これ皿の方を上げちゃった、食品サンプル美味しそうに見えないからね。続いてこちら、あ、これはですね、勇者の剣ですね、封印されたね。もうやっぱ勇者、選ばれた勇者しか抜けないという、ね、剣は下にしないと、剣は下にしないと、もう取っ手を上にしないと上がんないから、いてててててなるから、全部切れる面だから、いてててててなっちゃうから、ユーザー怪我しちゃうからね。タバシとパジェロの価値観逆だから。タバシがすげえレアみたいになってるけど、めっちゃ当たるよパジェロが。番組破産しちゃうからね。あ、こうね、猿がね、高い木からこう落ちてるところを見た人が、あ、これはことわざで言う、上手い人でもミスをするだな。こっちがことわざ、こっちがことわざで、こっちが意味、意味とことわざが逆になってる、こっちがことわざなんですね。こう無言で、過ごして独身を貫くセリフですね。もうメスを寄せつけない、ね、メス泣いてメスを呼ぶところ、もう俺はもう独身できますわって、ね、全然泣かないですよね。男ですわ、あ、これ結婚式のね、招待状ですね。まだまだあります。5に射程引かないと、5に射程引かない、出席と欠席か引かれてんだこれ。5って何ってなるからね、5でって言われても分かんないですからね。最後こちらですね、あ、これロックバンド、ロックバンドのね、コンサートやりますけれども、お前ら行くぞーっつってね、ギターを作るパフォーマンスをぶっ壊すんですけどね。もう盛り上がりも楽器を優先してるんですね。以上、逆転の発想でした。ありがとうございました。口が滑っちゃって口が滑っちゃって口が滑っちゃって
違う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 同じ生地だった。こっちの余った生地でこっち作ったみたいな。ついでにね。ねえ。じゃあ最終回です。そうですね。はい。まあ僕も結構長いこと出させていただいてるんですけど。そうだね。まあ僕のこのジュニアでの歴史は、まあ、正義正義の歴史と言っても過言ではない。はい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 。あの最初は仙台マカロンってコンビで、うん、二人でね。僕当時ではあの社会人でしてまして、でまあこうたまにこう出るみたいな感じだったんですけど、まあ僕がもう仕事を辞めて、本格的に芸人の活動をやろうっていう風に、のアイドル誘ったんですよ。今度のジュニア、もしネタ決まってなかったらコンビで出ないかと言って、で、あ、ごめんなさい、僕その時岩手に出張に行ってて、ちょっと出れないかもしれないです、ごめんなさいって言って、あ、分かった分かった、じゃもし出れそうだったら連絡ちょうだいって言って、じゃエントリー一覧見たら正義正義の名前入ってるんですよ。え？正義正義、え？なんで？なんか、エントリーしてるんですよ、うん、気づいたら、あの野郎と思って飛ばしたらーって吹っ飛ばしたらーってね。で、まあもう結果僕ピンで出て、ボロ勝ちですよ。ボロ勝ちですよ。動いてるか。そうそうそう、その時はそんなトークしたよね。そうなんです。2人で出る予定だったのに、なんでピンとピンでそうなんしてんのみたいな話した記憶ある。そうなんですよ。だからもうよくね、その正義正義と仲悪いんじゃないかみたいな、コンビで仲悪いんじゃないかって。いや僕はだいぶ寛容な方ですよ、言っても。ああいうことしといて、ああいうこと、結構根に持つんだ。ああいうとこがあるんですよ、正義正義って。なんかその真面目そうに見えてもね、なんか変なところが、変に抜けてるところがあるんですよ。なんかね、こういきなりライブとか終わった後に、まあ、ニードルの石垣さん、ガキオさんが若手を連れて G 会っていうのを、飲み会やってるんですよ、はい。で、その時に正義正義も初めて行くとなったとなったんですけど、まあ、こう飲み会がやっぱ席の関係で人数も把握しないといけないなのに、正義ちゃんはその、はい、ついていくかついていかないかこう曖昧なところにしかいて、はい、あ14人、あ、ごめんなさい、15人でしたみたいな、はい、後から入ってます。で、その時ガキオさん、正義ちゃんちょっとあのな、こういう時はな、正式なお説教を正式なやつ、はい、珍しいね、コンコンと、まあ、事実上の敵人ですわそんなことだ、言い返しそんな厳しい、まあ、そこまでじゃないですけどね、うん、でもやっぱ正義正義の名前がちょっと飲み会で出てくると、はい、ちょっと空気が変わるそんな、まあ、でも優しいですよ、ガキオさんは。正義正義だけちょっとこれ絶対知ってるよね、正義正義はい、めちゃくちゃトークの時にめっちゃ話題出すし、大好き。だ今も自然と正義ちゃんって聞きましたよ、裏ではそう呼んでますから大好きです知るかよ、ハッチが巻き起こってる、すごい、これだけ時間使ってよおっさんズラムじゃん、なんだよ恥ずかしいじゃん、顔赤くなってる、そんなの大喜利やっとけよ、じゃあこちらでした、ありがとうございました。飲み物ですよ、安藤さん。そうですね、飲み物、そうだ、いつでも頼める飲み物がございます。200円でこちらも今ですよね、はい、おかわりこれ何あるんですか、ちょっと目悪くて見えないんですよ、すいません。アイスコーヒー、アイスティー、アイスカフェオレ、オーガニックジンジャーエール。オーガニックジンジャーエール、オーガニック、素晴らしい。女性なんていいんじゃないですか、それ。あ、いいですよね、オーガニックね。ごめんなさい、こんな愛想笑いありますか、100点満点の愛想笑い優しく、優しく覚えてください優しく覚えてください、ミッシルの歌詞じゃないあとメロンソーダ、オレンジジュース、メロンソーダいいじゃないですか、伊藤君の好きなメロンソーダそうなんだ、シルクかわいい。あとアイスウロンとか大丈夫ですか、パリとか ね喉乾いたらぜひ、いつでも頼めますのでぜひお願いいたします。はい、では続いていきます。はい、行きますよ。じゃ続いて、みことです、どうぞ。よろしくお願いいたします。嫌いな女が嫌いすぎて逆に好きになってきたみことです、よろしくお願いします
まあ、私現役の高校生でね芸人をやってるんで、まあ女子高校生といえば大体タピオカが好きでしょうとか恋愛映画が好きでしょうみたいな目を先輩から向けられるのをひしひし感じつつやってるわけなんですけども、まあ恋愛映画って正直好き嫌い分かれるんですよ。で私もどっちかっていうと好きではない方なんですけど、まあ理由がそのだからなんやねんみたいな気持ちになってしまうっていうのがあるんですけども、まあ例えばねドラマとかアニメとか長期でこうやってるもので主人公じゃない関係ないところで2人がつけてたら、何があったってなるじゃないですか。で自分の友達がつき合ってたら、どういうことって気になるじゃないですか。でも恋愛映画って、はじめまして私こういうものです、今からこちらの方と恋愛するので見ていてくださいっていうのがスタッフなんですよねだからなんか私もなんか、ちょっといいですってなっちゃうんですよ。で、恋愛映画ってほらまだその可愛らしい女優さんとかっこいい俳優さんが恋愛してるからすごくね美しいから見てられるじゃないですか。一番わけわかんないのがテランフンハーフルみたいなやつテランフンハーフルみたいなやつってこう、まあ、種類はありますけど、例えば1週間くらいでね男女5人ずつこう同じ場所に集まって生活してそこから好きな人を見つけてこう付き合っていくっていうんですけど、私が思うのは果たしてその短期間で生まれた愛は本物なのかいと思ってしまうんですよ。例えば地球最後、地球がこうもう終わった後にたまたま生きてた5人同士で子孫繁栄のために仕方ないから付き合っていきましょうならわかるけど、だってまあ言ったらさすごい綺麗なさ海とか見えるとこで綺麗な建物でさアーティストの卵みたいな人たちが集まってる、言ったら嫉妬なんですよね。そうなんです、私はこう妬みそれみを踏まれてしまうんですよテラフハウフってあれってもう何恋愛観察バラエティじゃなくてこういうのに妬みそれみを生み出すかわいそうな人々をあぶり出そう企画みたいな感じだと思うんですよで、ツイッターとかで文句書いちゃうと荒れちゃうんで、私はこういうライブで発散してるどうもありがとうございました。はい、みこちゃんでした。ありがとうございました。ここは仲良しなんで、ね、仲良しなんですね、一緒にご飯行ったり仲良しなんですよ。仲良しじゃないの？そういう認識あるよ。その二人は。神田さんって虚言癖なんですよ。やめてください。なんで？この前キミタクさんも一緒だったんですけど、ティーレイズのゲーム配信やりましたね。あって YouTube でこう配信しながらゲームやって、その帰りこう一緒に帰ってたんですよ。で、お腹が空いたねみたいな話をしてて、でケンタッキー食べたいなみたいな神田さんに言われて、で私は最初いらないってなったけど、やっぱなんかお腹空いたからちょっと食べたくなりましたねっていう話をしたんですけど。さっき始まる、この、ライブ始まる前の準備中にこうスタッフの人に「聞いてください、この前みくちゃんとゲーム変身だよ」って言って「で、ケンタッキー食べよう」って言ってんだけど、私ケンタッキー食べようって言ってんですけど、私本当ですよ、悪意こもりまくりなんだけど、ケンタッキー食べようって言ってんですけど、最初説明で「そしたらみくちゃんスタッフにみくお腹空いてきた今私ケンタッキーが入るだけの胃が空いてます」って言い出したんですよ、言ってないんですよ。いや俺もその次の日聞いたよ、ラジオで会った時全く今言ったように本当ですか、そっか、もう嘘を広めてる、違う、私は言うから多分照れてるんだと思うんですよ、これはもう言ったことを本当はそうなんだけど嘘ってね言いたくなっちゃうっていう照れだよね、盛り癖なんか、違う違う、本当なんだってば、なんでその冷たい目で見てくるのなんでそんな軽蔑するよ、まあ多分ほら普段からこのアシスタント MC とかね、もう MC ほどではないけどこう支えていく人だから自分のトーク頑張ろうって持っちゃう、違う準備までしないでしょ、違うよ、わかるんですけど、まあこっちもいい気はしないです、なんでなんでちょっとこれさっきのモノマネとちょっと悪意がありましたよ、ありますあります、あるの、あります、だから相沢くんと末木ちゃんと同じ仲だよ、結局その本当は仲いいっていう、ないですよ、ね、いいよ照れなくて、正義ちゃんげねみたいに言ってたどんどん被害者を増やしていくこの子は、正義ちゃんげね、相沢さんの真似するのひどすぎ、仲いいですから、ね、明日も一緒だからゲーム配信、あ、そう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 、ちょっと嫌そうな顔するの、いないと思ってたのに、なんでいるんだよ、いないと思ってたのに、やりましょう、はい、みこちゃんでした、ありがとうございました、
まってますよ、行きましょう。なまってるよ。なまってる、その前に。今日もなまってるよ。続いては、マンション暴れゲルドです。どうぞ。ハロだよ、もうね。一人ではなかなかないからね。そう、笑いのね、あの近所の集会所でもこんな集まんねえからね。ね、班長さんだ、一応。区長さんみたいなのに、ね、見えるけどね。違うんですよ、お客さんですから、ね。あ、そうですか。じゃあ行きましょう。クリスマスパーティーみたいになってるからね、皆さんね。まあやっていきましょうよ。はい。まあ、思うんだけどね、最近ね、女子力の高い女性って素敵で惹かれるなって思うんですよ。ああ、確かにいいよね。おいね、一人だけね、女子力高い女性知ってますよ。お、誰ですか、教えてくださいよ。オライのバンツさん。なわけねえだろ、お前。お、バンツさん何歳や。本年83歳。高齢すぎだな、おめえ。83歳といえど一人の女性だぞ。確かに地元で一番の女子力誇ってんだからよ。だからね、千葉さんもね、惚れんの無理ないんですよ。惚れではねえよ、うん、惚れではないけど。いや、阿部さんさ、女子力って何か分かってます？分かるよ。まあけどね、俺がね、女子力の高い女の子の特徴を教えてあげますよ。もう全部当てはまりますよ。当てはまりますか、うん、まずね、気が使えるところね、うん、あのね、こうお菓子とかね、一個一個持ってね、他人に配ってくれるんですよ、うん、これ女子力高いですよ。あ、それだったらオライの晩餐だってね、あの、チップロックの中にガンズギドね、黒で文字歩いてて、買い物帰りとかね、荷物持ってもらった人に配って旅行やって、これで女子力アップで。全然違うでしょ、女子力でもなんでもないよ、そんな。なんならあっちから歩み寄ってきてますけどね。俺はさ、心配してきてるだけでしょ、重い物持ってから。あとね、女子力高い女の子は可愛いもの好きだからね、うん、最近はタピオカミルクティーとか飲んでるんですよ。それだけで女子力アップ。本当に女子力アップよ、こういうの。それだったらオライのバンザンだってね、似たようなの飲んでるよ。飲んでんの。おわんさん入れてしじみ汁。しじみ汁全然違うけど、タピオカとしじみ。タピオカタピるんだぞ。何がタピるだよ、こっちはお前すするだぞ。味噌汁だからね。味噌汁すってるだけだよ、そんなの。それがね、あれだよね、容器に騙されてるだけだよ。騙されてる。あいだのね、毎日飲んでやらね、糖尿病になる。いやいやいや、しじみ汁なんて塩分過多でね、高血圧になるだろう。そしたらね、減塩味噌に変えてったらいい。そういう話じゃねえよ。あの、私はあの飲み物を飲んで生きる喜びを知りました。健康食品みたいになったんだよ、お前。全然違うよ。あとこの季節寒くなってきたじゃん、うん、ふわふわのね、ジェラート着てみたいな可愛いパジャマ着てね、いいんですよ。で、オライのね、パンツァンだっておいの中学時代のジャージを寝巻きにして、高校時代のジャージ履いて農作業さ出張ってるよ。もったいねえからだべ。それ着てんねんけど、ホームパーティーもするんですよ。あ、オライの晩餐だってね、朝9時にね、送迎来てんねん、ホームパーティーで手がってデイサービスだろ。デイサービス売ってるだけだな。そうけど俺最近思うのはね、女子力高くてもいいんですけど、うん、少しね、天然なところが入ってるのがいいんですよ。あー、天然なとこあるよ、うん、オライの晩餐も。ねえ、すごいよ。何ね、昼飯食った30分後に昼飯まだかって言いに来ますか。ボケねえんだから。天然じゃねえ、ボケでねえわ。くじはいいな、元気だわ。元気なの。元気すぎて、この間夜中一人でお前ウォーキングさせやがって。大会だから。大会止めてやれって。じゃあ阿部さん、女子力全然分かってねえじゃん。なんでやめんだよ。じゃあ今日さ、仙台さん来るっていうことね、バンザンって言ったっけ。タピオカミルクティー買ってこいって言われたから今から開催。ちゃんとしたやつ飲みてんじゃねえか。提言しろ。どうもありがとうございました。なまってますか今日は。どうですか。もうなまってます。ネイティブだね。ネイティブね。同じ国出身ですけどね。こういうね、場所にね、ちょっとね、似つかないね、言葉でね。おしゃれ、ね、おしゃれ。そう、確かにな。すごいもん。今日ね、千葉さんが仕事をしてきたんだよね。そうですね、日曜日やったんです。で、その仕事内容なんだっけ今日。今日運動会ね、職場の運動会にね。ちゃんとした企業だ。職場の運動会。運動会午前中、朝8時半集合だった。それでお笑いライブ来るって頭おかしいっすよ。行ったことないわ。また待ってるよ。おかしいだろ。そういうのってさ、会社なんてさ、上司の人とかもなんか、もう全然全然、部長クラスがもうランニングとかしてる。ランニング？ランニング走りまくって社長がアップしてる。アップして、こっちとしては、すごい。絶対運動会。そんな感じです。これ。1年目じゃん。1年目、1年目。どういうことするの、1年目は。1年目、声出しですね。声出し。あ、緑チーム、早く。緑チームなんだよ。あの、昭和の中学生、緑ぐらいだった。6色ぐらいだった。6色は大企業だから。何の競技出たの今日。ちなみに私は今日は、玉転がしと玉入れです。玉玉好きなやつみたいな。
玉転がしと玉入れですから。で、お前のチームは勝ったの？今日負けました。負けた。ボロクソ負けました。玉入れで玉2個しか入らなかったですけど。社長、社長とかは出てくる？出てきます、出てきます。やるの今日？やります、やります、社長が一番張り切ってますから。短パンで来てました。すごい。今日は暴風警報になってますよ。短パンに来ました。マジの短パン？マジの短パンですよ。私もどういう競技に出るの？社長、社長けど何も出てないです。え、社長見てニコニコしてるんです。あー、なんか開会宣言、開会宣言して、それニコニコして、一番寒いだろうなってみたいに、すみません。本番で動かねえのかなみたいな。打ち上げだけはめちゃくちゃ張り切んだろうな。それをやって笑いられたんで、ちょっと疲れて腰今痛いです。玉入れだけで腰痛めますよね。玉入れ、メタリしてる時も前提してんだもん。やってきたんだべなと思ってね。疲れてみたいな。もう最終回なのにも疲れてきちゃったみたいな。しょうがない、それはしょうがない。まあまあでもな。お前は今日休みだった？今日休みっすよ。なんで？だって休みじゃん普通。休みじゃん普通。違うの？日曜日だからね。日曜日休みだよ、ちゃんとね。ね、リフレッシュしてください、皆さん。日曜日ちゃん。なんでこういう面になってるの？いや、この、吸ってる、吸ってる。いや、こう、どうなってるの？女子ってさ、そんなあるじゃん。あの、ここをさ、こう、皮膚をこう引っ張って、小顔のね、あるんですよね。そう、やってるよね。やってんのかな。あるもん、絶対。どういう構造なのかな、これ。いや、まあ、頭蓋骨見てみたい。いや、こういう、みんな、すごい、皆さんよりも女子力あるから、本当に。おお、何や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 、地元にないからね。バンクラにはない。おじゃしかねえからね。ねえ、こういうところでしか飲めねえから。確かに飲めない。イグベア。イグベア。飲みたいんですよ。飲みたい。飲みたくてしょうがない。雨早い。雨。地元は本当にすごい。地元のイグベアみたいな。あの小学校プールやってからイグベアですよ。はい。はい。回しましょう。ありがとうございます。2組でございます。はい、続いて登場するのは純レジェンドです。どうぞ。いきなりジュニアオープン TV が終わっても僕たちと君たちの関係は終わらないよ。どうも、ジュンレジェンドです。あなたにここに来てくれよろしくお願いします。ちょっと好感度上がりそうなこと言ってみましたけどもね、よろしくお願いします。あの皆様、アンサーソングというものをご存知でしょうか？アンサーソング、これはですね、ある曲に対しての、まあ、返答となる曲、もしくは続編の曲のことをアンサーソングっていうんですけど、まあ、有名なところだとこちらですね、ソルジャーフィーチャリング青山テルマでここにいるよっていう曲を出したんですね。でこれのアンサーソングで、これ男性目線ですね、女性目線で、そばにいるねっていう曲を出したんですね。こういうアンサーソングがあるんですよね。これどっちもヒットしたんですけど、これアンサーソングシステム、ヒット曲どんどんやっていけばいいと思うんですよね。うん、例えばだろうね、これもそばにいるねで終わさずにもっと続けていけばいいと思うんですよね、アンサーソングを。だからもうそばにいるねのアンサーソングでどこにいるのってね、駅にいるね私も駅にいるよ西口にいるよ東口にいたよちょっとすれ違ってますね。すぐに行くね、そこにいてね西口着いたよ東口来ちゃったよずっとすれ違ってますけどね。ちょっと仙台感してください。ステンドグラス前にいるよみたいなね。生まじし実践してちょっと変わりましたけどね。最終的にはね、あんまた今度にしようと思って、ね、あいつにずっともどかしい感じで続いていきますけどね。こんな感じのアンサーソングがあったらいいんじゃないですかね。あとね、最近のヒット曲、これなんかもね、ぜひアンサーソング作ってほしいなと思いますけど、ラッドウィンプスの全然前世で、これね、アンサーソングは絶対もうこうなりますよね。ライライライセになりますよね。あとやっぱもう、ゲンゲンゲンセも作るかもしれないですね。これ三部作にはしてほしいなと思うんですけどね。
あと昔のヒット曲大ヒットしましたけど、ビーズのウルトラソウル、これなんかもアンサーソングあったらいいなと思うんですよね、スーパーペギーとかねハイパーピョンヤンね、グレートマンアルティメット東京東アジアの都市がどんどん強くなってきましたけどね、他にナッツメロンでこの辺はどうでしょう、鈴木雅之さんの違うそうじゃない、これなんかもねアンサーソングあったらいいのかなと思うんですけどね、違うそうじゃないのアンサーソングで、ね、違うそっちじゃない違う右じゃない違う俺から見てきたいいよもうそれでいいよって最後妥協しましたけどもね、あんなに違う違う言ってたのにね、続いてこれも一曲ですね、松浦彩さんのイエーめっちゃホリデー、これもアンサーソングあったらいいんじゃないかと、イエーめっちゃホリデーのアンサーソングで、あーだいぶ月曜あーしんどかよもうまだ水曜ふーなんとか木曜よっしゃやっと金曜急遽出勤とか最後社畜のね歌になりました、以上順調どうもありがとうございました、さあさあというわけで、はい、いいね、いい素敵な空間じゃないですか、そうですね、最後の最後でこんな素敵な空間でできるので、多分 T ライだと僕結構出てる方だと思うんですけど、まあ君ちゃんはほらあんま MC だから、ね、はい、チョムさんか僕かだと思うんですけど、はい、多分ここが一番素敵な会場ですよね、違う何もなんで便乗するのただね、本当に、はい、ここすごいいいなと思うんですけど、はい、1個だけ、はい、本当に1個だけ、と思ったのが、アルコールがないっていうね、アルコールないんですよ、ねえ、ジェイさんアリ中なんでしょ、いや、隠してんだからダメな夜ですか、見た時ずっと、アルコールねえじゃんって、あ、ないっすね、しかも、ね、アルコールないんですよ、気ぃ利かして、ノンアルのビールあるって、だったらビール置いてくれよ、本当にそれやから、だってこれ、打ち上げあるっつうのにさ、この後じゅんさんですね、ここを食べログ低くつけてなんでつけてないつけてないつけてないめちゃくちゃ美味しそうだったよ、いやでも赤子橋って、はい、僕はわりかし街中に住んでるのあれなんですけど、君、はい、ちゃんはこっち側じゃん、あ、わりかし長町線線なんで、ハンターはどっち、あ、こっち側なんですよ、こっち側だから、こっち側と仙台市側って結構ここあれじゃない、愛宕橋が境目になる、ほとんど来ないんだよ愛宕橋、確かに橋を渡る向こうまで荒町とかまでめちゃくちゃ行くの、あーそうですね、ラーメン屋さんもいっぱいあるし大好きな、ここ一歩この食ってますもんねこの橋を渡るってことがなかなかなくて、本当にね、自転車撤去されて駐輪場来る時ぐらいですそこにそこに駐輪場があるのそうそう、だからね、こんな素敵なお店があるなんて思わなかったはいはい、なんでちょっとトークライブとかさせてもらいたいんですか、そうそう、どこで、どこですか、ね、大喜利ライブとかね、はい、呼びましょう、呼びましょう、やんないだろ絶対思ってないだろ思ってますよ、絶対思ってないよ、思ってますよ、だからいいなと思って、ね、はい、そんな感じです、はい、あとはやばい多分俺人一倍喋ったと思ってるはい、純烈になりました、ありがとうございました、ぜひ今でも皆さん後ろのこちらのドリンク頼めます、200円でぜひ、あれ、え、店員さんになったの、店員さんになったの、住み込みです、住み込みさん、住み込み気づいた、じゃあ、まあ、ドリンク、おすすめあんの、おすすめ、うん、まず、紅茶、紅茶じゃないよ、紅茶あってば、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 飲んでください、じゃん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 ね、首だわ、お前ラストですから、はい、ではラストは、うん、チョム加藤です、どうぞ、王様、勇者が挨拶に参りましたぞ、王
です。兄王を暗殺しての信用、この勇者陰キャお願いいたしますぞお話には聞いておりましょう。それがし三代前の王より勇者を仰せつかった陰キャと申しますこの名前の意味は分かりませぬが、どうやら母は陰キャと名付けたかったらしいです。かれこれ30年魔王を倒すべく旅をしておりますなぜ30年も冒険をしていてこんな装備なのかって。それがしもうすでにレベル650なので装備などどうでもよい布の服に松明、お鍋の蓋、土の帽子、これが私の装備でございますもうまあさっき脱げてしまいましたが王様、おなと尋ねしたいことがあります。東の洞窟に最後の鍵がある。最後の鍵の在りかは虹の妖精に聞け。この謎が解けなくてもう25年経ちます。システム的にはとっくに解けていいはずなのに、いつまでも解けずに私がモンスターを倒しお金を得続けるから、すでに通貨の供給量が限界に達してインフレが起きております宿が856万ゴールド、鉄の剣が2685万ゴールド。インフレとは恐ろしいものですな。王様、レベル650の私がお尋ね申します。システムなので必ず答えてください。私が次のレベルに達するにはいくつでしょう。8516系2618兆8916億000飛ばして70、もう言うの嫌になってるでしょインフレとはこういうことでございます。王様株価も下がっておりますえ、仲間はいないのかって。かつてはおりました。だがまずマサシがいなくなり、次にピエールがいなくなり、そして昨日エリカがいなくなりあいつらなんでそういうことばっかりするんでしょうか私はちょっと陰キャすぎて、そういう物を売ってくれる人はやっぱりシステムで規定された人しか物を売ってくれませんというのに、あいつらの物には不思議と物売りがやってくるのです今度毒キッスを差し入れたいと思います無駄でしょうがない。さあ王様、そろそろ冒険の時間がやってまいりました。すでにレベル650なのでもう死んで生き返るのも飽き飽きしました。いつも教会で生き返るこの人生病んでるんで、また盗賊殺しちゃったってツイートしておきます。それでは冒険の旅に出かけております。ありがとうございました。ありがとうございました。ね。手持ち好きですからね。ざわついましたね。ざわついたって言う。まあ。ダメです。ちゃんとね。ドラクエ1だけどさ。難しい。でここでなんかアイテムっぽいけど、あの旅をしてるんで足が臭くなった時の靴しか落としてるんですよね。誰もいない。ちょっと時間切れでネタ中急ぎれたんで今。あ、そうなの。カバーリングしておりました。カバーリング。かっこいいね。そうです。はい、ありがとうございます。はいはい。なんかここってフクロウカフェだったんですか。あ、そうなんですか。あ、そうなんですよ。森に帰ったんですか。多分そうですよね。はい。してたわけではありません。あ、そうなんですね。はい。あの昔ラジオで取材させてくれって断られた記憶が僕もあるので。そんな記憶が。あの、思い切ったら断るわ。そうなんです。あの、アポなしで行くんだもんね。そうです。あの普通はあのほら、ラジオ3さんのあのスタッフさんとかがアポとか取るんですけど、もう私野放しになってるんで、あの自分で任されてるの。そう。自分で好きなとこ行って取ってきてくださいって言うんだけど、はい、あの3ヶ月半。あの街角レポートという生放送なんだけど、自分の部屋からやってたらさすがに怒られた自分の部屋でしょ。だって家にいながら今河原に来てますからレポートしてる。そう、え、嘘でしょ。嘘じゃないですか。電波使って何やってるの。お金がカットしてください。よく3ヶ月バレませんでしたね。ただそう、ちょっと家にいたのバレてしょうがないから、あの自分でアポートで行くかと思って行ったんですが、やっぱ本
ういう風景の人がね、うん、あのラジオ番組ですとけどっていうと怪しいもん。そう、店の人の中入ってあの通報しようとするのを検索してください、検索検索検索っていうところから一人だから、そうスタッフさんがいるとかじゃなくて、そうなんですよ、一人で、はい、機材とか持ってるわけでもなく、なんか、はい、スマホだもんね、はい、そうですそうです、あのなんか YouTuber に間違われないかなと思って自撮り棒をこうやって持ってってもやっぱ信じてもらえなくてちょっと怪しい、逆に正しいですよ、お店側の判断。そうですね、全然そうなんです、だから今日ちょっとあの時の恨み事を言おうと思ったらもう違うお店になってた助かったな、助かったな、ひどいな、二度と来るそう、あのちゃんと床になんか魔法陣の価格準備とかしてたんで怖かった、ウキウキで話すのか本当に喜ばしいって。いやあのでもほら、ね、こうやって世の中が平和でいいなと心の底から今、はい、嘘つけよ嘘つけよ実感を持って、今までの話聞いて思わないですね、はい、TMA でした、ありがとうございました。ネタ希望のコーナーは以上でございます、はい、ね、さあここでちょっとゲームコーナーをいきたいと思います。最初のコーナーはこちらです、天インパクトのコーナー。こちらのコーナーは、持ち時間10秒命をかけてネタ、モノマネ、一発ギャグを出演芸人さんにやっていただくというコーナーでございます。まあ、10秒で面白いことだけやれってこと、はい、おーすごい、はい、じゃあ今日出演した芸人もう一回登場してもらいましょう。はい、皆さんお願いします。ファミリーマート、いやこいつら誰、あざーす、あざまーす、あざまーす、はい、どうか、はい、いきます。布袋寅泰さんと今井美樹さんの結婚披露宴でやられたかもしれない余興、今ホテイのすべては今井のものさ。全然やってないじゃん。なるほどね、こう新郎新婦の名前に置き換え友人がやってくれるやつ、名字に、はい、行きましょう。じゃあ、関ちゃん、はい、私が、はい、じゃあ、これと、これと、これを合わせてアッシュッジップファイル完成おーの相方すげえ。いや、こいつが一丁ほどギャグを持ってて、ギャグマシンで、レバーを引いたらギャグが一丁ほどなんかランダムで出てます。いきますよ、ガチャコン、ガシ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 。じゃあ本件余韻も残りますよ。余韻がいい、余韻がでかい、余韻がでかい、余韻がすごいのね、余韻がでかい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 。ショートコント貞子、お、なんかテレビから出てきてる、あ、怖い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 、テレビから出てきてる、んー、にゅるところてん貞子明日のホテルの
の余興でやれんぞ。友達いなくなりますはい、それで今度行きましょう。まさか肘がお肘がダンデライオン、肘がダンデライオン、チャンネル、チャンネル、お、余韻プールだけど、余韻プール。はい、次、白鳥、はい、お、います。ダダ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 ン、俺の名は皆のヒーロー、持ちネタ、カッキャスだ。あ、ここにブドウがあるじゃねえか、食べるぞ。なちょっと待って、誰が偽物作ったのわー、はい、終わりです。今考えたでしょ。ブドウがあったブドウだったはい、次チョムさん、はい、もしもドラゴンボールの孫悟空が楽天の選手だったら、三木谷さん、会場にいる全てのみんな、ほんのちょっとでいい、オラに楽天スーパーポイントをくれはい、リコちゃん、はい、失礼します。コンビニでレジまでの道を塞いでいるカップルの彼女、これすげーうめえらしいよはい、チュンさん、もう上げてない、上げてないって、上げてないじゃん、わかったよ、いっぱいやじゃあいきます。もしも僕が、西野カナだったら、飲みたくて飲みたくて震えるギャグやろうかな。もう何年もやってないやつ。何もしてない。ごめん。ただ出てきた。じゃあ次ライダーね。ライダーの西野かな。西野。君のことを考えると胸が苦しくて痛いよ。次、あ、あいたたた、あいたたたた、あいたい。西野かなの。最終回なんで、ちょっと僕も歌いたいと思います。よし、あんたが大将、あんたが大将、あんたが大将。いや、仮現在の歌歌なら送る言葉歌いなさいよ。どうもありがとうございました。俺の相方すげえだろ。間違えた。禁断の果実に手を出した。最終回でやったね。人話を寄ってないんじゃない。じゃあ私が言わない、普段は言わないからね。じゃあ元 WWE のストーンコールドスティーブ・オースティンのスタナーやります。ありがとうございました。俺の相方すげえだろ。ね、動くなファミコンね。ちょっと昔の他もう一個次、もう一個コーナーあるから向こう。はい、じゃ次のコーナー行きましょう。はい、次はこちらです。目指せ全員成功ボールリレーゲーム。こちらは成功した場合、金一封が。
本当にあるのかな。いきなりライブでも出ないのに。そう、オープンで金出ない。オラワクワクすっぞ。おい、俺の相手だ。バカ野郎。スプーン、箸、豆腐すくいを使ってうまく使う。ただ運ぶだけ、こうやって、はい、運ぶんですよ。みんなで、スプーンみんなでこうやるっていう。こんなんできんだろう。鬼道具が。ボールが、あ、これのやつで、こちらですね。ずっと持ってたんですね。え、これ、隣に渡していくってこと？ボールをこう、ずっと落とさないようにつないでいくってこと？パスしていくっていう。芸人なのに落とさないよ。おぉ、入ってないし、下がるのやめてください。早速行きます。いいですか、でも、笑いなしでもいいのかな。お金がかかってるなら、僕には飯食えないよ。24時間ぐらい順番に真剣に。だからこれ真剣に。あ、これ取って、それに渡していくのね、道具は。一人一回。ずるくね、金かかってる時のチョブさん、やばい。金かかってる時のチョブさん。家賃対応してる。こういうことですよね。僕がこれ使うんで。練習始まってんの？始まってんの？始まってんの？じゃあ俺が。じゃあ音も。そういうことですよね。なるほど、なるほど、了解。こんな余裕だろ、こんな。余裕だ、余裕だ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 。余裕だ、余失敗したら許さない。ここ難しいな。ここが難しいよね。小さいところがね。そうするんですね。難しい。おー、秋よね。おー、おー、ほらほら、誰か巻いてるの。誰ですか。ちょっと端誰か。僕です。やばい、割り箸あれすぎなんですけど。やばい、割り箸に見せない。あんなにここに行かせないと。NHK が努力してるんですよ。 NHK 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 が努力してるんですよ。 N
じゃ失敗だよもうこれ。続けんの？まだまだまだ。これ罰ゲーム。ええ。君たち様で。何言ってるんですか？え？何言ってるんですか？やるよやるよ。何最後までとりあえずやりたいこと。一応完結して。俺の次どうする？じゃ君ちゃんに行けばいい。そうそうそう。じゃチャレンジは一応失敗ってことだけど、こっからは面白私リレー。面白く渡せるでいいんじゃない？最初ベテランに行きますね。やべ、できるかな。ベテランだよ。これくじで運びます。いねえしなんでいねえんだよお前こういう時に限っていますよ。なんでまんざらでもないみたいな。流れよ。何え、行くんじゃないの。なんだ お前となんかできるわけねえだろ。では行きましょう。まずは支持率第1位の発表です。支持率第1位は獲得支持率 96% 獲得。すごい純レジェンド。おめでとうございます。それでは皆さんありがとうございました。なんでニヤニヤしてるの？このリアクションがわからないんだけど。イケメンだから。イケメンだから。
大ファンですもんね。あの昨日大鳥配信をねやっててあの見てくれてた人もいると思うんですけど、白鳥がずっといや、ちょっと大ファンなんで大ファンなんで、そんなに言ってくれたのに予選敗転しちゃったもうちょっと待ったんですけど、もうちょっと待ったんです。もっと行かないとな、最初から火つけないかった怒ってんじゃないですか。怒ってないです。めっちゃねえだってレジェンドだからやめちゃえ。ジュースが欲しがってたから今欲しがってないよ。ジュースが欲しがってたから、それはご無沙汰だから、ご無沙汰ジュースしか気付けないよ。写真シリーズ第一はジュースさんです。さあ続いていきましょう。獲得支持率第2位は、獲得支持率 95.7% 獲得、リンゴ小鉢。よかったじゃん。また来週。最終回か。一応は一応ね。あ、嬉しい、はい、ありがとうございます。よかったね。いや、こいつも報われます。これ剥がさない方がいい、これは。本当にね、全然喧嘩する理由もないから、キスもできないですけどね。え？ね、え？やめろ。いや、ちょっとそういうこと言うのやめろ。いやでも、でも今のはそれをちゃんとやるって、なんかこのコンビのやつだから。違う、お前がキスするって言ったら、違う、お前がキスするの可愛いみたいなんだよ。なんかちょっとざわっとした感じが、いや、やるのみたいな。そうはさせない、そうはさせない、可愛いとかさせない。いやもう、やらせよ、俺芸人やりたいのに、昨日の大喜利とかも答え出すと可愛い。まだお預けだ。ただのメガネ。もっとあるよ。小学生みたいな。2位ですか。ありがとうございます。さあ続いて、はい、支持率第3位。獲得支持率 87.5%。獲得。万象アバンギャルド。これが一番もう最終回でもキスもしちゃったんで、もう思い出すよ。よかった、ハッピーエンドだな。ハッピーエンドだね。ハッピーエンドだね。じゃあまた次来月。まだ来年だよ。希望の星が。じゃあストーリーハンドどうですか。3位。はい、ありがとうございます。今芸人からどうなんだ。さあ続いて獲得支持率第4位、はい、支持率 83.3% 獲得、相澤和也。よかったよかった。おなんだお前。待って、リンゴ小町ほど生えないから。怒れ怒れ、こういうところなんですよ。でもこういうところで可愛いんですよ。第4位ですから、ね、83.3%。 おめでとうございます。さあ続いて、はい、獲得支持率 75% か。みこと。俺
こいつのおかげ。やっぱり俺の相方。俺の相方。それじゃない。笑い関係ない。どれが正解だろう。みこと、ナイチキ、ボンバーズの6名ございました。おめでとうございます。
まあ、第30弾まで、はい、お送りしてまいりました、はい、イナジュニアオープン TV は本日で最終回となりました。ね、見ていただいた皆さん本当にありがとうございました。ここで来てくれたお客様本当にありがとうございました。またどこかでお会いいたしましょうということで締めでいいですか。もう締めてよ。じゃあ大役行こうか。カズキ行こう。カズキ行こう。またお会いしましょう。さようならで行きましょう。あ、え、またさようさようなら。また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 次回まで飛んでいく。じゃあみんなで。いいですか。飛んでいく。次は次回まで飛んでいくぞ。さようなら。飛んでいくぞ。次回まで飛んでさようなら。トーンだ。トーン。ロケロケみたいな。楽しい。ベタなロケみたいな。ベタなロケみたいな。楽しいよそれ。新しい。そう、ぜひ高等大公園に。高等大公園。そこでやるの。お前が編集するの。それやってくれるから。そうですね。確かに。じゃあ言葉。よし。じゃあ次さ、なんて言うんでしょうね。最終回だ。次の場所へレッツゴー。で、いいね。前向きな感じ。かっこいい。次の場所へレッツゴー。で、なるほど。いいね。OK です。これだけです。あ、終わったんです。終わりました。よし、じゃあ皆さん行きましょう。よし、飛んでったんです。 OK です。行きまーす。よし、今日は最終回に来ました。さあ、最終回の OK、 最終回だ。次回のライブまで飛んでくぞ。ですね、来月の12月5日のいぎなりライブ昇格は、じゅんさんとりんご小町です。さあ、じゃあここからは告知ですね。はい、告知。僕らそう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 、言いたいことがあったから、言いたいこと言っちゃえよ。あ、僕たちリンゴ小町、大月ボンバーズ、あとチャッピーズの内海、この5人でユニットライブをやることになりました。で、2月14日の夜7時からで、バレンタインデーに、どこだっけ、宮城の区文化センター、宮城の区文化シアター、文化シアター、文化シアター、アトラシアク、怒ってる。宮城の区文化センターパトナーシアターっていうところで、やることになってまして、最後の仙台最後、チャンピオンさんはもうあれのやつ、そっか、仕事しちゃうので、いや、この5人が集まるのが最後、結構大きい会場だからね。200人ぐらい入る、結構大きいので、ぜひここにいる皆さんにも来ていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、します。お願いします。ユニットは、まだね、今日内海が来る予定だったんですけど、インフルエンザで休んでないので、DM とかで名前してます。はい、やっていただければ準備しておきますので、はい、いきなりどうか来た時にも、こちらで手売りしてますので、ぜひ、お願いします。お願いします。お願いします。出るんだと思ったよ今。はい、他れなくて、エンドロール、あれ、じゃない、大丈夫、もうないのか、え、もうないのか、え、ないなら全然チェーン、何、トンマン、
あと、いきなりライブ12月5日にありますので、よろしくお願いいたします。こっち受けさせてください。本日、こちらのオンエアは3月頃を予定しておりますので、超えてからですね、はい、ぜひ T ライトの YouTube チャンネルへ登録をお願いいたします。お願いします。はい、なんか編集が大変遅れていますが必ず出しますのでよろしくお願いいたします。頑張りますよ、それは。そして、今回の収録ご覧の皆様には、制作費のカンパとして300円以上の気持ち頂戴できればと思いますので、金お願いいたします。お気持ちお願いいたします。はい、はい、ということで以上でございますね。はい、はい、でこの後ちょっと今日まあ最終回ということだったので、番組の打ち上げパーティーを、30分間ほど行う予定ということで、参加したい方は、お店のワンドリンク頼んでいただければ参加できますので、芸人と一緒にこうなんか飲んだり食べたりして、まあ、喋ったりしますので、ぜひ参加していただければと思います。よろしくお願いします。あと、はい、ジュニアオープン最終回って、まあ、一応言いましたけど、そうですね、その実は、新番組始まります。結局そうなんですよ。よくある手口だ。そういうやり口だ。リニューアルやまされましたね。こんだけ来て終わってね。なんかクラウドファンディングとか聞いたやつで聞いたんですけども、はい、まああれね、何にも新番組始まらなかったらなんで金集めたんだ。確かに本当ですね。社長のガス代電気代になるわけではない。あれ何でしたっけ、新しい番組の名前。竹にすずめ TV。 竹にすずめ TV というお名前だそうで、内容とかはまだあれですか。近々出ますんで。近々。でもジュニアとほぼ一緒ですよね。出る人は変わらないです。まあ、ロケとかあるんでしたっけ。ロケの方がメインで。おお。違うね。最終回じゃん。新番組なんとね、来週来月から始まる。そうなんだ。だから3月オンエアだから言ってもあんま意味ないから言わなかったんですけど、オンエアでは。みんなもう知ってるよってなっちゃうんですよ。3月に来月からいやもうやってんだろ3回ぐらいなので、なんでまあこちらの方も多分 T ライズとかからいろいろ情報この後あると思うので、そういうのをチェックしていただいて、また遊びに来ていただければと思います。お願いします。目が離せねえぜ。来月以降も誰だ。やっぱそういうとこあるよ。そういうとこあるんすよ。おいそんなこと呼び出さんじゃねえぞ。先輩だからよ。先輩だからよ。お前だからよ。やめてくれ。意外に敏感だ。ロンパ、ロンパ。ロンパ。ごめんなさい。いい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 い